調査会。視聴者からの疑問や悩み、暮らしの中のハテナを調査する HBC モンスケ調査隊です。今日のテーマはこちらです。気になるお年玉事情。新型コロナウイルスが影を落とした正月、お年玉はどのくらいもらえたのでしょうか。感染対策のため帰省や新年会などを控えることが呼びかけられた今年、親戚同士顔を合わせる機会も減ったはず。そこでお正月といえば子供たちが気になるのはお年玉ですかね。果たして今年のお年玉は去年並みを確保できたのか。子供たちを直撃調査です。今回は気になるお年玉事情について調査します。行ってきます。調査員が向かったのはお年玉を握りしめた子どもたちでにぎわう札幌ファクトリーの玩具店。コロナ禍で迎えたお正月、客層にも変化がありました。例年ですとこう、まあ、帰省の方で、あのおじいちゃんおばあちゃんですとかが、まあ、お孫さん連れて一緒に来られるっていう機会多いんですけども、ちょっと今年はそれが少ないかなという気はしますけれども。帰省の自粛で祖父母ではなく親と店を訪れる子どもが増えたそうです。では子どもたちにとって重要な財源、お年玉は去年並みにもらえたのでしょうか。鬼滅のグッズを買おうと思ってます。今年お年玉ってもらいましたか。もらいました。この兄弟は2人とも去年とほぼ同じ3万円ほどもらえました。今年はどんなお正月でしたか。あんまり集まらないでお正月を楽しんでた。もうちょっとなんか家族で集まりたかったなと思って。誰に一番会いたいですか。おばあちゃん。おばあちゃんには会えませんでしたが、お年玉は送ってくれたとのことです。続いて向かったのは友達同士で買い物を楽しむ子が多い札幌駅エリアです。いつもより少ない。コロナで親戚集まれなくて、で全然もらえなかった。3万円以上ぐらい。まあ4万円ぐらいです。1万円以上ぐらいです。1万円くらいですかね。4人とも去年と変わらない額のお年玉をもらえたそうです。まあ今日はまあ、麦わらの一味になりたいなと思って帽子買いましたね。ルフィの帽子です。海賊王に俺はなる、はい、今回調査した20人のうちお年玉の額が去年に比べて増えたと答えたのは3人、減ったのは6人、変わらないが11人でした。コロナ禍の正月でもお年玉に大きな落ち込みがないのはなぜなのでしょう。おいとめいに毎年お年玉をあげているという男性は、あとまとめて渡しといてっていうか、義理の妹とかに渡したりとかして、直接は会えてないですね。親戚が同時に大勢集まらないようにする一方で、子供たちをがっかりさせたくないとお年玉を預けたり送ったりするケースがあったようです。